말씀과 권능으로 이루어온 제단 성령의 불같은 권능으로 열매 맺은 제단 기뻐하시는 아버지의 제단 영광 말씀과 권능으로 이루어온 제단 성령의 불같은 권능으로 열매 맺은 제단 기뻐하시는 아버지의 제단 영광 ただいまより黙祷によって聖霊礼拝をお捧げいたします。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。アーメン。万民賛美199番を賛美します。199番です。
말씀대로 행하는 제다. 아버지 사랑하시는 제다. 통성으로 몇 가지 기도하겠습니다. 먼저 도회장선생님을 위해 기도하겠습니다. 할렐루야, 지진으로 하나님 감사합니다. 하나님이 이끝의 타토이 복사를 사용하시게 되셔서 우리들 속에 놀라울 하나님의 힘을 나타내게 되셔서 마음과 완전히 신앙을 갖고 進んでいくように 해주셔서 감사합니다. 복사의 희생으로 하나님의 사랑이 어떤 사랑인지를 사도하게 해주셔서 감사합니다. 도카조 선생님의 최상위의 힘을 全ての祝福委員会を実現するようにしてください。全ての祝福の時間を通して栄光を受けください。牧者の牧者が実現していく全てのことが全うできるようにしてください。全ての働きを通して神様栄光を受けください。感謝します。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。カナン聖殿大聖殿 神様栄光を受けください。感謝します。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。カナン聖殿大聖殿建築のために祈ります。ハレルヤ、父なる神様感謝します。私たちが聖殿を建築するようにしてくださって感謝します。長い時間、関与を尽くして私たちを望んで待ってくださった父の神様に美しい身として出てくる私たちになるようにしてください。牧者が積んでくださった講義と再創造の力を通して私たちは信仰が毎日成長することなので、 救いの箱舟となるガナン聖殿大聖殿になるようにしてください。感謝します。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。メッセージに恵みを受けるために祈った後、回収を代表して著民行伝道士が祈ります。ハレルヤ、父なる神様感謝します。今日聖洋礼拝を 捧げるようにこの教会に出てくるようにしてくださって感謝します。今日たっというメッセージを通して宝の中の宝を悟って神様に栄光を返す礼拝となりますように。メッセージを取り継ぐジュヤンチョン牧師が御霊に感じて精霊に動かされ満たされるようにしてください。栄光を受けください。感謝します。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 愛の父なる神様、今日も父なる神様が下さる恵みをしたってこの教会に出てきて礼拝を捧げるように導いてくださって感謝します。このように神様を熱く愛する心も神様が下さった恵みのゆえなのでとても感謝します。神様は真心と全く信仰を 永遠に愛を交わす人間を得るように人間工作を設立しました。牧者が教えてくださる 메시지를 통해 죄가 무엇인가 악가 무엇인가를 사도해 이끄여니 해주셔서 감사합니다. 마지막 때 목사님 때 목사를 통해 우리 모두를 불러주사 立て上げられたこの教会を通してこの教会に登録して私たちは 全の心を持って天国まで行くようにしてくださって感謝します。 また愛と信頼が何なのか悟っていくようにこの機会をくださって牧者をもっと信頼していくようにしてくださって感謝いたします。それで新しいエルサレムに入る信仰になるようにしてくださって感謝します。真心と全く信仰をきっと行って
行くようにと決心して美しいにと出てくる私たちになるようにしてください。この時間ジュヤンチョル牧師がメッセージを取り継ぎます。御霊に感じて動かされ精霊に満たされるようにしてください。メッセージに恵みを受ける私たちになるようにしてください。司会するキム・ソンド牧師も残った時間も支えてくださり、1週間心を込めて準備した金の怒り聖歌隊の賛美も喜んでお受けください。全世界の自支援の視聴者の上にも本聖殿と同じ恵みを与えてくださり、礼拝のために奉仕する方々の上にも祝福を与えてください。感謝します。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を拝読します。ヘブル人への手紙11章1から3節までです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。アーメン。金の光聖歌隊が賛美を捧げた後、ジュアンチョル牧師が宝の中の宝のというメッセージを伝えます。我が内におられる聖霊様、
金ピ합창단金の光聖歌隊の賛美と演奏ありがとうございました。愛する生徒の皆さん、お久しぶりで講談で皆さんにお会いしていると思います。このようにメッセージを伝えるように恵みをくださった神様に感謝します。そして愛する道会場先生にも感謝します。講談に立ってみたら、前回ジョシュエル先生が言われましたが、私は独立運動家のような思いで立ちましたと言われましたが、私はメッセージを準備しながらこう考えてみましたが、私は呼ぶ記の内容が思い浮かびました。呼ぶ記32の19ではこのようにあります。今私の腹は抜け口のないブドウ酒のようだ。新しいブドウ酒の皮袋のように今にも張り裂けようとしているとあります。3人の友とヨブが言い争いをしていて、あまりにも自分が語りたいことがたくさんあったので、このように表現しているのです。それで今にも張り裂けようとしているとあります。抜け口のないブドウ酒のようだとありますね。皮袋のように今にも張り裂けようとしている、このような気持ちを表現していますが、語りたいことがたくさんあるということですね。でもじっと待っていたということなんですけれども、私も自分の心がそうだと思います。メッセージを準備して牧者の心も思いながら、また涙を流しながら祈りながら準備しました。でもメッセージを伝えるときは涙を流さないで自制して伝えます。心が苦しいときは喉も渇きますね。愛する生徒の皆さん、全世界の GCN やインターネットで一緒に礼拝をしている生徒の皆さん、そして全国で礼拝に参加している生徒の皆さん、特に隣の国で一緒にもどかしい心でそれぞれのいるところで礼拝に参加している愛する生徒の皆さんがおられます。すべての方々の皆さん、万民教会は信仰によって建てられた教会です。信仰で建てられた、従って建て上げた教会、父の愛の中実を結ぶ教会、父の喜ばれる教会、栄光のための教会、御旨を行う教会、感謝の実が結ばれる。これは賛美の歌詞です。父なる神様が牧者をとても愛して、万民を愛してくださった万民賛美です。この賛美の歌詞の通りに、この教会はただ信仰によって建てられました。本教会は同会長イゼロ牧師が、太陽が炸裂するとき教会を開拓しなさいという神様の言葉に従って、1982年7月25日開拓しました。当時子どもを含め13人の生徒で始まりました。今日は1万1000の市協力教会を持つ世界最高の教会になりました。開拓礼拝の時、牧師のメッセージは宝の中の宝は信仰というタイトルでした。誠の信仰とは何なのか、この信仰がなぜ宝なのかについて説明しました。この信仰を持つと不可能がないし、このような信仰によってこの教会は必ず世界的な大きい教会になり、終わりの時の神様の御心、世界宣教と多くを救う使命を果たすようになると信仰で宣言しました。当時目に見えるものはまだ初心のものだった生徒と子どもたち、そしてまだ窓もまともになかった約10坪の狭い空間だけだったのです。そこで万民の偉大な信仰の旅は始まりました。そして今日私たちは牧者が宣言されたその宝のような信仰が実情として現れている現実と証拠を目で見ているのです。私はこのメッセージを準備するとき、そしてこのメッセージを準備するために祈った時のことです。開拓した当
時の聖殿が思い浮かびました。そこに行ってみたいなと思って、私たちはその前を通り過ぎたりして見てはいるのですが、その中に入ることはなかなか難しいと思いますが、今回はお願いしてでもその中に入ってみて見たいと思っていました。それで行きたいと思って行こうと思っていましたが、でも2週間ぐらい経ってしまいました。それでその後車に乗ってその前を通り過ぎていましたが、突然建物が見えなくなりました。開拓聖殿があったところに建物が見えないのです。驚いたのですが、その地域はすでにマンションが入るための土地が整えられているところだったのです。私はその建物はそれでも残っていたのでなくならないんだと思ったのですが、でもそれも崩されてそこにマンションが入るようです。それでとても寂しくなりました。なんか虚しくなって、そんな感じがして涙が出そうでした。それで心に働きかけられた時、早く聞き従って行ってみたらよかったのに、2週間も経ってしまったんだと思って、その内容については後でまた説明します。今この瞬間も全世界のあちこちで神様の力の技は愛する牧者を通して絶えず現れています。私たちが全部数えきれないほどの多くの人が牧者をしたい、この聖吉の福音をしたい、救いの道へと出てきているのです。愛する生徒の皆さん、万民の歴史には栄光と幸せだけがあったのではありません。時には神様の摂理のうちに祝福の試練もありました。しかしその度万民は勝利して帰って大いに栄光を返しました。神の国はさらに広がり、私たちの信仰は成長し、新しいエルサレムへの望みは固くなりました。ここにいる私たちがその証人です。同会長先生はたまに歴史ドラマを見る時があると言われました。なぜなら歴史は真実であり、多くの教訓がその中に入っているからです。例えば誰でも行った通りに代価を受け、良い人は必ず幸いになり、悪い人はその報いを受けるのです。そしてもちろんドラマや映画は事実でないこともあるし、人が作る場合もありますが、歴史その通りに作らない場合もありますが、しかし歴史そのものは真実であると言われました。結局善は必ず勝利するということです。過去の歴史を見れば現実を診断することもできるし、未来を予見することもできます。それで歴史は繰り返すという言葉もありますね。過去36年間万民がどんな試練とテストにも勝利して栄光だけ返したのは牧者がただ善だけを行い、神様の前でふさわしい生き方をしたからです。そしてこのような牧者を信頼してその教えに聞き従って走ってきた生徒の皆さんがおられたからです。それなら現在私たちに与えられたこの祝福の過程も、将来私たちにどんな栄光として現れるのか楽しみではありませんか。楽しみですね。そうです、私たちは楽しみにしています。愛する生徒の皆さん、私は開拓の時から万民の歴史と共に歩み、いろんな祝福の試練に通ってきました。最近の祝福の時間はまたその意味が特別だと思います。愛する同会長先生は、ここにいる皆さんが新しいエルサレムに入れる方々だと宣言してくださいました。そして誠の信頼が何なのかについて教えてくださいました。愛する生徒の皆さん、誠の信頼とは何でしょうか。信頼できることに信頼すること、これは誠の信頼とは言えないでしょう。聞き従えるとき聞き従うことは誰でもできます。ですからこれは誠の信頼とは言えないでしょう。アブラハムのように聞き従えないところで聞き従うことが誠の従順だと私たちは学びました。同じように誠の信頼もそうです。複合的な祝福が望みました。思う存分
あふれる財政が入ってきて、神様に栄光を返して、河南聖殿、大聖殿を建て上げました。世界宣教を大いにします。何も乏しいどころはありません。牧者の再創造の力が火のように現れます。手足が切られたとしても、それが伸びるのです。このようなことが起こりますが、その時牧者を信頼できる人がいるでしょうか。その時は牧者を信頼していますと告白することはいくらでもできるでしょう。私たちは今どうでしょうか。今日私たちに与えられた環境の中でどう告白できるでしょうか。神様は私たちが新しいエルサレムへ行くようにするために今の祝福の時間を与えてくださっています。もちろん1998年99年の教会の試みもありました。その時は教会の中から麦とカラーを得り分ける時間だと言われましたが、今に私たちに与えられたこの時間は新しいエルサレムへ行くような人なのか、牧者の言葉に誠に聞き従える人なのかを神様が見分ける時間だと思います。私たちの心をご覧になっていると思います。生徒の皆さん、万民教会の生徒の皆さんは今与えられた祝福の時間の中で新しいエルサレムへ行く身として出てきているのです。牧者をとても愛する神様は牧者の言葉を確かなものとしてくださるでしょう。私たちも牧者の教えに聞き従って、それを確かなものとするために、今自分の信頼と信仰の行いがどうなのか顧みましょう。私は誠の信頼と信仰を持っているのか、真心と全く信仰はどのくらい持っているのかとチェックするのです。生徒の皆さん、大きくて葉が茂っていて立派な木だと思ったのに台風に倒れてしまう場合もあります。実が豊かになっていったのですが、雨風が吹いてくると虚しく倒れてしまう木もあります。10年20年いやそれ以上の歳月を心を込めて育ててきた豊かな実を一朝にしてバラバラと落としてみすぼらしく倒れてしまった木を見るととてももどかしいです。それはまるで聖書はマタイ 7-26-27 にあるのを目で見ているようですね。マタイ 7-26 です。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいましたとあります。なぜその建物は、その家は倒れてしまったのでしょうか。この時点で私たちも自分の家は安全なのか、自分の信仰は完全なものなのか、その安全診断をしてみればと思います。万民にしっかり信仰の家を建てている皆さんなら、すでに安全診断を終えた方もいるし、最初からどんな強力な台風や地震にも耐えられるように耐震設計をきちんとして建物を建てている方だと思います。しかし、いろんな分野で基本というものはとても大切です。科学にも基礎科学がありますね。そういうものがとても大切です。勉強するときも勉強の基礎を固めることがとても大切です。数学も英語もそうです。こういうものが足りなければそれ以上伸びることも、質量が伸びたり、また科学的に成長することもできるのではできないのではありませんか。運動、スポーツにもこの基本技というのがとても大切です。アメリカはスポーツ強国とも言われますが、その中でも球技の種目で野球とかバスケットボールは世界最強です。私は新聞を読んだことがありますが、ある高校に有名な野球チームがあって、そこの監督をした方の内容でした。この方が新聞でインタビューをしていました。世界青少年大会に出戦したことがあったのです。その決勝戦で韓国のチームの監督だったとき、アメリカチームと対戦するようになりました。それで監督だから、そのアメリカではどのように訓練しているのかと、その戦略を
いろいろ調べます。それで決勝戦の前に、そのアメリカチームはどのように訓練をするのか見ていました。後でその方がこう言っていました。不思議と思ったそうです。アメリカチームは決勝戦を前にして練習していたのですが、自分が見てはただ基本的なことだけ知っていたそうです。野球で基本的なことは何でしょうか。走ること、投げること、またキャッチャーすること、打つことなどですね。基本的な訓練だけをしていたのです。ところで韓国チームはどうだったでしょうか。決勝戦の前だったから実戦のように一生懸命ゲームをしていたのです。それでその試合の結果はアメリカチームが勝ちました。その結果によってその監督はとても多くの教訓を得たそうです。それで基本技を固めるのが本当に大切なんだ、基本を抑えなければと思って、その後からは自分の担当のチームでは基本を固めて、それで優秀な選手を育てているそうです。愛する生徒の皆さん、信仰によっても同じです。基本というものがとても大切です。私たち万民は世界最強です。御言葉と祈りが最高です。それに伴う神の力も最高です。監督も最高であり、最高の選手で構成されています。このようなチームをドリームチームと言いますね。夢のチームということです。終わりの時、空中の力を握って吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めている敵である悪魔と戦って勝利し、6000年人間工作のラストを勝利で飾る世界最強のチームが万民です。この時間、この時間メッセージを聞いて自分の安全診断をしてみて、それぞれの信仰の基本をもう一度チェックしてきちんと固める時間となりますように。私たちの前には最後の決勝戦が残っています。私たちはこの霊的戦争で必ず勝利し、終わりの時この教会への神様の御心を実現しなければならないでしょう。それだけでなく、ハリケーン・イルマのような強力な台風の前でも揺るがない霊的な信仰を持った人になり、新しいエルサレムの御となる万民の聖徒の皆さんになりますよう、主の御名によってお願いします。それでは本格的に基本を診断してみましょう。愛する生徒の皆さん、私たちが信じるというのは何でしょうか。第一、神の言葉です。ヨハネ 1-1、 初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとあります。このように神の言葉を私たちは信じます。神は言葉であります。神様は創造主であり、その御子イエス・キリストが救い主であることを私たちは信じます。それを信じて悔い改めてイエス・キリストを受け入れて、私たちは救われたのです。そして信仰によって御言葉通りに行うと、魂に幸いを得ているように、すべての点で幸いを得、健康になりました。癒す神を信じるから癒され、すべての病気の苦しみから解放されたのです。生徒の皆さん、人が誰かを愛するようになると、その相手について知りたくなります。その愛の濃度が濃いほど、その心はもっと切実になります。愛する人の心を知ったら、とても幸せな心で、その心に合わせて何かしてあげたくなります。初心の者の時から、牧師はこのような心で、父なる神様の心を切に知りたいと思って調べました。それで聖書を読みながら、エレミア 33-3 にある通り、信仰によって主を求めて祈りました。第一ペレント 1-16 で、私は聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるのを信じて、悪はどんな悪も避けて清い生き方をしました。またカラテヤ 6-7 にある通り、人は種をまけばその刈り取りもすることになりますという御言葉を信じて、心尽くして撒いたら
今日世界で一番祝福された牧会者になりました。マルコ 9-23 にするとイエスは言われた。できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのですとあるように、牧者はそれを信じて聞き従ったので、今日驚くべき神の力を行って世界宣教を大いにしているのです。生徒の皆さん、ヨハネ6章を読んでみれば、ある日イエス様がご自分を指して、天から下ってきた生けるパンです、このパンは私の肉ですと言われました。そして私の肉を食べ、その血を飲む者は永遠の命を持っていますと言われました。6時6節で、こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかったとあります。多くの弟子たちがイエス様のこの言葉を理解できず、誤解して結局イエス様を離れ去ってしまったのです。それでイエス様は12の弟子に聞かれました。67節、まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。シモンペテロは答えました。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。イエス様の働いている時代、イエス様について人々の評価は3つくらいありました。第1は、神の御子でありメシアである。第2は、神の使わされた預言者だ。第3は、律法を汚す罪人だという評価でした。ペテロはただ人格的に完璧なイエス様を信じたのではありません。人の言葉や世論の評価を信じたのでもありません。ペテロが信じたのは永遠の命の言葉を持っておられる方でした。主は道であり真理であり命であること、主はキリストであり神の御子であること、戒めを守り神は愛すると答えられ、祝福され、この信仰によってどんなこともできるという信仰でした。生徒の皆さん、ヨハネ9章では、生まれつきの盲人がイエス様に出会い癒される場面が書いてあります。昔から聞いたこともないこの大きい御業によって人々は驚いて、イエス様を否定して反対したパリサイ人の間でも分裂が起こるほどでした。16節で、その論争の要点はこうでした。ある人は、その人は神から出たのではない、安息日を守らないからだと言い、他の人は罪人である者にどうしてこのような印を行うことができようと言っていました。聖書と神について少しだけ知っていても悟れる真理でありませんか。子供さえわかる真理です。つまり神は罪人の言うことはお聞きにならないし、罪人である者に決して盲人の目を開けられないということです。それなのにパリサイ人は執拗に確かめてまた確かめました。イエス様が自分の利益に合わないし、律法の枠に合わないだけでなく、すでにイエス様を罪人だと罪に定めて殺そうと していたからです。27節、癒された盲人は心がもどかしくなってこのように言いました。彼は答えた。もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのです。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。それで答えに困ったパリサイ人は罵りました。パリサイ人はその盲人に何度も確かめているのです。どうして目が開けられたのかと、その人がイエスという方が私の目を開けてくださいましたと言ったのに何度も聞くのです。誰がそうしたのかと、その方、イエスという方が私の 目を開けてくださいましたと、このように盲人は言いました。しかしまた聞くのです。その人は罪人だ、あなたはあの人を誰だと思うのかと聞くのです。それで盲人がこのように答えているのです。パリサイ人は自分たちはモーセの弟子であり、イエス様はどこから来たのか知らないと言っています。続いた盲人の決定的な答えがこの愚かな論争答えで、この愚かな論争は盲人の勝利で終わります。それも痛快な相手の危険による不戦勝でした。皆さん、戦いで一番の兵法は何でしょうか。最高の戦術は戦わないで勝つことです。言葉で勝つことですね。韓国の歴史を見ても分かります。
ソギという将軍が外国から戦いに攻め上ってきたとき、言葉でその人々を退けたことがありました。戦わないで言葉で勝利すれば、それが最高の兵法ではありませんか。本文ではこの目が開けられた盲人が、そのように決定的な答えによってその論争で勝ったのです。もちろんちょっと言い争いがあったのですが、それでもパリサイ人はそれ以上は何も言えなくなったのです。相手の危険による不戦勝でした。その決定的な決め手は何だったでしょうか。それは生ける神の言葉でした。31節、神は罪人の言う言葉をお聞きになりません。しかし誰でも神を敬い、その御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついた者の目を開けたものがあるなどとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのではなかったなら、何もできないはずですとはっきり言っています。ヨハネの福音書のこの出来事は、今日万民の生徒の皆さんももう一度心に刻む重要な教訓だと思います。生徒の皆さんは過去10年20年30年間何を信じて今まで来られたでしょうか。今現在は何を信じておられるのでしょうか。これからは何を信じるのでしょうか。もう一度自分自身に真剣に質問して答えてみてください。私たちが信じるのは生きておられる神の御言葉です。第2です。私たちが信じるのはまさに現れるその実です。マタイ 7-18 節、良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。20節、こういうわけであなた方は実によって彼らを見分けることができるのです。私たちが主を信じて信仰生活をしていると、それぞれの信仰によって実を結びます。御霊の9つの実、愛の実、8つの幸いの実、物質の祝福、健康など、このような実を見て世の人はクリスチャンだと認めて伝道の実が結ばれるのです。この信仰の実の中には、人としては到底真似することもできないし、全能なる神様がなさったことだと認めるしかない実があります。それが神の力の技です。神は一度告げられた、二度私はそれを聞いた、力は神のものであることをとあります。ヨハネ 9-31、 神は罪人の言うことはお聞きになりませんとあります。神様を第一に愛して清められた神の人にくださるのが神の力です。エリア、モーセ、ペテロ、使徒パウロのような人が神の人です。マルコ 16-20、 そこで彼らは出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされたとあります。御言葉が誠であることを伴う印で証拠したのです。使徒の働き19章を見れば、神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われました。パウロの身につけている手拭いや前書きを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていきました。ところが魔除け祈祷師の中のある者たちも試しにパウロとイエスの名によって命じてみました。どうなったでしょうか。使徒19-14、そういうことをしたのはユダヤの祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊は答えて、自分はイエスも知っているし、パウロもよく知っているけれど、お前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、2人のものを押さえつけて皆打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負って、その家を逃げ出したとあります。祭司長たち、律法学者、パリサイ人たちは主がどなたなのか知りませんでした。しかし悪霊は主をよく知っていたのです。また主をが愛して認めるパウロもよく知っていました。今日も同じです。悪い人たちはその悪に遮られて、神の力を行う神の人を認めないのです。いや、知っていながらも強いて否定するのです。自分の利益に合わないからです。しかし今日は悪霊も認めていて、その前に恐れおののく方がいます。その方はどなたでしょうか。私たちの愛する牧者です。神の人、神の誠の子供は、
悪霊がまず認めるのです。私たちはこのようなことを最近体験しているのではありませんか。開拓の時からこのようなことはありました。悪霊に疲れている人が教会に来て、信仰がある人、信仰の薄い人、初心の者をよく分かっていました。そしてあざけたり、そしてある場合は恐れたりしました。霊の世界のものだからよく分かりました、よく知っていました。そのうちその悪霊に疲れた人が突然自分の身を隠したり震えたりするのです。そしてしばらくすると聖殿のドアが開けられて愛する牧者が入ってこられるのです。牧師館の地下で道会女先生が出発するのを悪霊がすでに知っていて、恐れておののいていたのです。マタイ9の33です。悪霊が追い出されるとその人は物を言った。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて見たことがないと言ったとあります。悪霊が恐れおののいて退くこと、皆さんは見たことありますか。悪霊は少ない信仰を持った人でも根気よく苦しめてたしなめると、その人から出ていきます。そういうこともあります。それは恐れてではなくて嫌だからです。苦しいからです。なぜでしょうか。悪霊も前は人だったから人格を持っているから嫌ですね、たしなめられるのが。しかしまた戻ってくるのです。マルコ3の11、また汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏し、あなたこそ神の子ですと叫ぶのであったとあります。悪霊はこの世に主がどなたなのか知っていたし、人々はこのような技を行う方が一体誰なのかと驚きました。今日誰が悪霊を押さえつけて退けるでしょうか。開拓以来、その以前から愛する牧者を通して現れる驚くべき神の力は今日も現れています。今は牧者が私たちの共におられないようでも、その神の力の技は続いているのです。いつか家族、私たちの家族と同会先生が会う時がありましたが、先生がこう質問されました。なぜ私を信頼していますかと。私の家族にそう聞かれたことがあります。その時ジュヒョンガン牧師がこのように答えました。同会長先生は聖書のすべての神の力はある技をその通り行われました、それ以上行われました、ですから信頼していますと。生徒の皆さんはどう答えるでしょうか。ジュヒョンガ先生は他の答えをすることもあったと思います。なぜなら50年以上愛する牧者のそばにいて見ていたからです。同会女先生と一緒に暮らした時間がたくさんありました。同会先生の信仰の時もその家に居候していたのです。私は40年以上同会先生を見てきました。ところで、ですから同会先生がそう聞かれた時、私は40年50年以上先生を見てきたから、このようなことがあったから私は信頼します、50年間見てきたのにどうして信頼できないのですかと言うかもしれません。しかしジュヒョンガ先生の答えはそうではありませんでした。先生、聖書の主が行われたすべての神の力を先生もそれ以上行われたからですと答えました。1983年最初の夏のキャンプの時でした。私は今回メッセージを準備するとき、開拓聖殿に行ってみたいと思ったことがこのためでした。1983年万民夏のキャンプのことを思い浮かべたから。その時は中高生部が30人くらいが夏のキャンプに参加しました。私はその中高生部の会長だったのですね。今ここにいるイ・ソンステン同士もその時中高生部だったと思います。その夏のキャンプに参加していました。2ヶ月間断食してリレーで祈りながら
キャンプに備えました。とても熱い心で中高生たちが準備しました。そして青年部は10人ぐらいだったのですが、大人まで50人くらいが夏のキャンプに参加しました。キャンプに出発する朝、農林人駅で電車に乗って船に乗るために行くのです。でもその前日からずっと雨が降っていました。普通の雨ではなくて雷も鳴ったり、一晩中とても強い雨、土砂降りの雨だったのです。で、中高生部は教会から家が遠かったから、その前日教会に泊まってから朝早く出発することになっていました。道会所先生が朝4時頃教会に来て蒼天礼拝を捧げました。そして礼拝が終わってみんな一緒に祈りました。道会先生が祈りが終わった後、主の祈りをする前に言われました。愛する中高生部の皆さん、今私たちは夏のキャンプのために出発しなければなりません。しかし外では強い雨が降っています。ところが皆さんは2ヶ月間この夏のキャンプのために一生懸命断食して祈ってきました。今日今この時間、私たちが心を一つにして雨が止むように祈り、そして私が信仰によって祈れば、この雨は止むと信じますかと聞かれました。中高生部がどう答えたでしょうか。いいえ、このくらいの雨ではありませんでした。中高生部はとても熱くて大きい声でアーメンと答えました。そして一緒に祈りが終わって、愛する道会先生が祈ってくださいました。雨はやみなさいと、そして荷物を持って降りて行ってくださいと言われました。降りて行ったらどうなったのでしょうか。祈ったから雨が止んでいたでしょうか。今まで知らされていたこととちょっと違う内容がありますが、実は雨が止んでいなかったのです。しかし道会所先生が、今私たちは祈りました、しかし雨はまだ止んではいません、しかし皆さんが聞き従って降りていけば止むでしょうと、祈りが終わった時は止んでいなかったのですが、聞き従って降りていけば止むでしょうと言われました。それでみんなアーメンと大きい声で叫んでから外に出てきました。2階から1階に降りる時間はどのくらいかかったのかよく分かりません。何秒くらいだったでしょうか。私は今回その何秒だったのかちょっと測ってみたいと、その開拓聖殿に行ってみたかったのです。階段が2時ぐらいあったでしょうか。で、階段を降りてくる短い時間だったのです。荷物を手に持って、それで足を運んで降りていくことだけ残っていました。だからその階段を降りていくのが20秒30秒ぐらいかかったでしょうか。祈りが終わる時までは止んでいなかったのです、雨が。で、聖殿のドアを開けて降りていって外に出ました。で、今まではちょっと事実とは違うことが伝えられていたそうです。雨が降っていたのに足を踏み出した瞬間止んだと言われていますが、そうではありません。この20秒30秒くらいの短い間で雨が止んだのです。それで1階に降りてみたらすでに雨は止んでいました。本当に土砂降りのような雨だったのです。シャワーを強くしておくと、それを止める、強いシャワーを止めるとどうなるのでしょうか。そこからちょっと雫が落ちたりするのですね。そのような感じだったのです。天から雨の雫が少しずつ落ちていましたが、雨は止んでいたのです。それで私たちは夏のキャンプに行って思う存分神様に栄光を返して、それで今までその栄光が続いているのです。はい、時間がもうこうなりましたけれども、原稿はまたありますが全部は伝えられないと思います。
私たちは道梶先生が36年前言われたことが今の時間も現実で現れているのを見ています。36年前言われたことが、昨日は米朝首脳会談が行われました。誰も想像できませんでした。予想もできなかったことでした。しかし牧者は36年前予言しておられます。数人が数十人が集まってそれを言って、それを隠しておいて、36年後、見よ、私が36年前予言したのがこのように現実として現れたと言われるのではありません。先生は5年前も10年前も10年前も20年前もこの最近までも、これからこのようなことが起こると、はっきりと私たちの前で伝えてくださいました。その時が神の御業が実現される時だと言われました。複合的な祝福が望まないでしょうか。カナン聖殿、大聖殿が建て上げられないでしょうか。いえ、建て上げられます。そして栄光を返すでしょう。結論です。愛する万民の生徒の皆さん、皆さんは何を信じましたか。何を信じているのでしょうか。何を信じるでしょうか。この質問に真実に答えることができる方なら、宝の中の宝のような信仰を持っているでしょう。新しいエルサレムの美しみだと思います。一緒に祈ります。ハレルヤ、父なる神様、感謝いたします。今日宝の中の宝は信仰というメッセージを伝えました。私たちは何を信じてきたでしょうか。今何を信じているのでしょうか。これから何を信じるでしょうか。それを自分自身に質問して、自分の答えをチェックして、神様に喜ばれる宝の中の宝である信仰を持つ万民の生徒の皆さんになるように、父なる神様、助けてください。感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。万民賛美12番を賛美しながら、用意した献金を捧げます。12番です。아버지가 갖고 계신 그 근본의 사랑, 많은 영혼 살리기까지 긍휼과 애통의 사랑의 강물 아무도 막을 수 없네. 성령의 불 같은 역사로 어둠을 몰아내고 공의로 비추시네. 끝없는 아버지 사랑의 공간 영혼들에게 펼치시네. 오직 순종함으로 아버지 하나님 그 뜻을 이루기까지 눈물 또 눈물의 깊은 강물 아무도 헤아릴 수 없네. 어려운 일 닥쳐도 아버지 뜻 이루기까지 아버지께 영광 사랑의 열매
성도님들께 광고 드립니다. お知らせです。万民中央教会の賛美フェスティバル行事が土曜日午後2時から余依堂であります。今回のフェスティバルは神様が共におられ現れた牧者の力を全世界に伝えて神が生きておられることを伝える万民、主の愛を実践する万民、聖吉の福音を持って出ていく万民、神の力を伝えよう万民というテーマで、開拓以来36年間神様が共におられ民族福音活動世界宣教施しのために励んできた万民を世界に伝える時間となりますなると思います。本教会の芸能委員会の講演とイスジン牧師のメッセージ賛美、万民の立場発表などの幸せな時間があります。生徒の皆さんは6月16日土曜日午前11月30分で30分から教会に来ると教会バスに乗ることができます。余依堂であります。バスや地下鉄をご利用してください。当日の行事のため6月16日土曜日のダニエル大社祈祷会はありません。捧げた献金のために祈ります。父の神様は10分の1献金捧げます。いろいろな感謝献金、建築献金など捧げます。喜んで大きになり、親しく安守して押し付け譲り入れ煽れるまでに祝福してください。心の願いを叶えてくださり、求めと祈りを聞かれ応えてください。家庭職場を守って祝福してくださり、10分の1献金が増し加えられますように感謝します。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りによって水曜礼拝を終わらせていただきます。天にまします。我らの父よ、願う子は皆をあがめさせため、御国をきたらすため、御心の天になるごとく地にもなさすため、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それは命与える救いの